はい、こんにちは、レガリアです。2017年の12月末で富士 Wi-Fi を契約して約12ヶ月が経ちました。まあ、以前のですね、動画でご紹介した通り、富士 Wi-Fi の 304ZT ですが、制限がかかったのが12月21日で、400ギガを過ぎたところで制限がかかりました。この動画を撮っている時は12月31日なんですが、制限解除されたのに気がついたのは12月29日です。その前から少し使えたのかもしれませんが、気づいたのが12月29日でした。そこからですね、12月の末までにトータル 477GB を使用しました。今ですね、スピードの測定を行っていますが、富士 Wi-Fi の速度ですね、ダウンロードが 12Mbps、 アップロードが 11.07Mbps となりました。続いてですね、今この制限中にお試しでレンタルしました 502HW、 こちらの方の速度も測ってみたいと思います。今回この場所はですね、夢の国の海の方です。あんまり言っちゃうと、多分大丈夫だと思うんですが、何かあるといけないので、そんな感じです。今回ですね、12月31日の今時間が23時32分なんですが、オールナイトでですね、カウントダウンのイベントということで一人で来ております。周りにいっぱい人がいるんでね、こんな感じで、測定した画面だけっていう形になりますが、こちらの 502HW なんですが、 Y モバイルさんの電波を使ってまして、人がいるところだと、それなりに速度が出るのかなと思ったんですが、あまり速度は出ないようです。今回の速度なんですが、周りに人もいっぱいいるので参考程度でお願いします。はい、測定結果ですが、ピングが41、ダウンロード 2.28Mbps、 アップロード 1.35Mbps となりました。ということで、今回はこのような結果になりました。はい、それでは今回も動画を見ていただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。もしよかったら他の動画も見てください。それではまた。